先ほどの続き、警察官の声でお前の負けってみんなが怖いとかそういう言葉もだこの検察庁機能はあるのに、黒川検事総長が捕まったのもう分かるでしょ。こっちがこう見えてるか、こうか。非常に複雑で違うよね。よいしょ。黒川検事総長捕まったでしょう。インターポールがあって、国際司法裁判所があるんだから、末端の警察官までなぜ兵庫県警の人が伝えてないんです？だんだん光るところが位置が変わってる。まあ大体あの辺り、この辺りかな。だんだん有馬警察署に近づいていってる。いやだから蓄電池とされるところがその近くにあるんだから。これ証拠ですよ、本当に。だから、僕の身からしたらね、その警察官の脅すような、その、まだ入院させようとするような音声を、以前の言葉をコンピューターが電波で仕掛けてくる、あの世の人たちが、それを淡井圭介の頭の中を感知する、言われてる、まだ彼が責められてるって、だから、あの世の人たちからしたら本当に何でもお見通しだから、電波の音もあの世の人たちにわかるんですよ。神がかり的な力を搭載してるから。だから、先ほどコンピューターには、いやだから亡くなってる人たち多くて神がかり的な力とか暇だからどうせ覚えるからコンピューター対人間になった時コンピューターが負けるってっていうことを言ってるんですよね。でこのおかしな仕組みだからずっと僕ね雷発生装置として脅しを言われてっていうこの法律上で僕があくまでもあくまでもっていう言葉はちょっと誤解される。海外の人が変に翻訳すると違う、訂正しておきます。僕がしっかりと原告側でいるような仕組みに見せかけて僕は苦しめられているというこの状況をご理解していただきたいね。変でしょ。せめて阪神タイガースの得点ぐらいには勤務時間の被害の時ぐらいならないと、日本時間なんですからぐらいは言っておきます。だって警察官もともと混ざってるんですから、みんなの税金で作ったスタジアム全部整合性合うように、多分ねこれもともと僕は生まれる前からね設定がしっかりと決められていたような気がするんですよ。そもそもで言うと。で、スーパーコンピューターができて、その内容をインプットさせたんじゃないですか。天皇家の人たちとお会いした時の話、それと未来からの淡井圭介の声と全部一致してくるでしょう。だから彼のことをっていうことで淡井圭介がまず先陣を切るような形で、先陣に立つというかね、先陣を切るってなんか先陣じゃないような気がするでしょう。本当に。なんか言葉遣い、もともとテレビって自分たちが責任追及されたら困るから、議員さんとかなんか変な言い方がたくさん混ざってるんでしょうけど、まあちょっともう一旦これぐらいにしときますね。証言